皆さんこんにちは。今週の東洋の武術の授業は儒剣道についてです。私はバティストと申します。全日本儒剣道連盟の国際普及委員会委員長です。まず儒剣道とは何ですか。実は17世紀にフランスで発明されたバイオネットという武器を利用した武道です。バイオネットは銃剣という意味で、今は木でできている木銃というもので、剣道みたいな競技を行います。昔ヨーロッパで使っていた銃が一発撃ったら、なかなか装填に時間がかかりました。まあ15秒とか20秒、それ結構長いですね。その間敵が攻めてきたら接近戦になりますが、銃に弾が入ってない、そしたらどうしよう。もう銃を、捨てるしかない。銃があっても意外と不便ですね。そこで当時の人たちは考えました。どうしたら接近戦でも銃が利用できるか。銃の先に剣をつけばどう。それでバイオネット、日本語では銃剣が発明されました。17世紀から18世紀の間どんどん進化して、19世紀からナポレオン戦争などに銃剣が大活躍しました。日本で一番最初に銃剣を使った人は高島秋帆という人です。高島は幼いの頃から砲術の稽古を重ね、1834年に自分の流派高島流砲術を作りました。高島は長崎で住んでいたので、商売で来ていたホランダ人たちと交流があって、ヨーロッパの状況に詳しい人でした。実はね、ですから高島は銃剣を輸入して日本にその技術を広めようと思いました。ただし高島の人生はなんか波乱万丈で、幕府に逮捕されたりして、なかなかね、日本で砲術と儒剣術を広めることができませんでした。ではここで幕末まで遡りましょう。当時日本は2つに割れていました。幕府を支持する勢力と、あとは天皇を支持する勢力があり、互いに覇権を競っていました。特に天皇方についた、薩摩や長州は西洋から輸入した最新の武器などを用いて戦いに備えていました。これまで西洋化で遅れを取っていた幕府は薩摩長州の動きに危機感を抱き、フランスのナポレオン3世とイギリスのヴィクトリア女王に支援を求めました。イギリスは断ってきましたから、フランスは支援することを決めました。1867年にフランス軍事顧問団が横浜に着き、幕府軍に西洋砲術、儒剣術、兵用学を教え始めました。ただ残念なことに、最後の将軍徳川慶喜は同じ年の1667年に将軍職を退き、幕府が亡くなったことによってフランス人たちは不要になり、1868年に帰国することになりました。しかし、明治時代に入って日本は近代国家としての立場を確立するために、西洋のテクノロジー、法律、軍事様式をどんどん取り入れて強い国家の基盤を整備しました。そのために再び西洋の軍事顧問団を雇いました。でも今回はフランスだけではなく、いろいろな国から呼びました。フランスの先生方はフェンシング、そして軍刀術と銃剣を教えましたが、日本人の生徒たちは、なかなかね、うまくいきませんでした。特に西洋式の独特の足さばきに、慣れることができませんでした。
そこで1890年から陸軍富山学校で今まで学んでいたフランス式受験術をより日本人に合うように改良し、新しいスタイルの武術を作りました。具体的に槍術、あの槍みたいね、または剣術、剣道の用具を利用して防具をつけて戦うスタイルにしました。木樹が開発され、それを使って稽古が始まりました。受験道に使う木樹の長さは166センチ、それは明治時代に発明された日本軍の三種式有坂銃という銃と、その三種式銃剣を合わせた長さです。日本政府は日露戦争から銃剣術のプロモーションに力を入れ、銃剣術はなんか陸軍の誇りみたいになります。で、1930年代から日本は軍国主義に傾き、武道、特に剣道、銃剣道、柔道をプロパガンダとして利用するようになります。1931年から武道は一般の学校でも必修科目となりました。この流れは勢いを増し、戦時中にはプロパガンダとしての武士道が一般市民にも広く教育されるようになりました。しかし敗戦の色が濃くなってくると、女性や子供など、一般人にも竹槍を持たせ、戦いの訓練を始めました。一般の人たちは銃などの武器も持っていないので、銃剣術の技を竹槍を使って教えていました。敗戦後 GHQ、特にアメリカは、数年間武道を禁止しました。武道を復活させるためにはモダンなスポーツとして、生まれ変わらせる必要がありました。受験道もその流れに乗り、で、現代武道として新たなスタートを切り、1956年に全日本受験道連盟が設立されました。それまでは銃剣術といえば、軍隊が戦場で使っていた銃剣格闘技のことを言いましたが、戦後それとは別に新しい武道としての銃剣道を作りました。現代武道として銃剣道の目指すゴールは、人間形成です。今は剣道と一緒で、競技は男女別3本勝負となり、個人戦と団体戦も、あります。では銃剣道は実際どんな競技か、ビデオで見ましょう。そう、どうでしたか？やりたくなりましたかな？では、受験道の基本などを説明します。一番基本的な動作を見せます。まず、稽古は必ず礼で始まります。そして中段に構えます。中段の、他には下段もあります。まず直突という技です。まっすぐを突きます。次は
脱突です。相手の木銃の裏側に返して突きます。表から裏へ。その次は下突となります。相手の木銃の下に入って左腕の下を突きます。最後は連続技です。直突を4回行います。4回目は離れて遠間から突きます。今まで見た技が全部上胴と下胴という打突部位を突きました。しかし他の部位もあります。まずは喉です。直突に似てますが、もう少し高くついて相手の喉を狙います。このビデオでは面をつけていないので、喉の突きは寸止めとなっていますが、まあ、面つけたら、もちろんちゃんと本当につきます。小手もつけます。左小手のみ。相手がバランスを崩した場合は胴の真ん中をついても OK です。同じくバランスを崩して今度肩を突きます。はじめ。受験道にはいろいろな技があります。払い技や巻き落とし、出花、返し技など、とりあえず払いの技を見ましょう。払いは右、左、または下に行います。払いは攻め技または応じ技にもできます。始め。
始め。出花と攻め技のたくさんコンビネーションもあります。はじめ。受験度には異種試合という特別な稽古も楽しめます。例えば受験度対剣道、または受験度対2と、そして受験度対短剣道や、なぎなたなどもできます。他の武器と戦うのは意外と難しいです。相手の武器によって間合いやスピードを調整し、相手のさまざまな技に対応しなければならないからですね。それを学ぶために型があります。見てみましょう。受験道の型は木柔対木柔で行いますが、その他に木柔対短剣の型、そして木柔対刀の型もあります。まず受験道の型、1本目から4本目まで仕方は攻め技で勝ちます。5本目から8本目まで打ち方の攻めによって仕方は応じ技で勝ちます。
木樹対探検の方には1本目から3本目まで木樹が勝ちます。しかし4本目から6本目まで、逆に探検が入り身技で木樹に勝ちます。木樹対刀の方には同じく1本目から3本目まで木樹が勝ちます。そして4本目から6本目までは逆に刀、つまり刀が、勝ちます。
このように多種多様な技があり、他の武道と交流もできるのでとても楽しいですね。今は日本だけではなく、台湾、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド、フランス、イギリス、ベルギー、ポルトガル、ウクライナ、ポーランド、イスラエル、アメリカ、カナダなどね、でも受験道も稽古が行われています。皆さんは興味があれば世界中の人たちと稽古してみませんか？今日は、そこまでで、ありがとうございました。